ランニングはカブラ。どうもヘビです。1日2日ビツカです。はい、よろしくお願いします。何しときます厳しい顔したの。はい、今日はですね、タイトルとサムネイルを見ての通り、エナジードリンクの検証をしたいと思います。レース前に飲む方は多いんじゃないでしょうか。ああ、確かに。そのエナジードリンクで本当に効果があるのかっていうのを検証したいと思います。はい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 。実際エナジードリンクってどういった成分が含まれてるんですか。一番大きくパフォーマンスに関わっているのはカフェイン。カフェインねが大量に含まれているので、そのカフェインがどういった効果を及ぼすのかっていうのを、はい、実際にヘンミさんの体を使って、ヘンミさんの体を使ってこういう検証系になると大体僕使われるからね。いや、もうどんどん体張ってください。はい、はい、カフェインの効果っていうのは、はい、一番はランニングエコノミーの向上っていうのを言われています。血管拡張作用がありまして、それで全身の血流の流れが良くなってランニングエコノミー効率が良くなるっていうのと、あと心理的にハイになることで、そのモチベーションが上がって、それがランニングエコノミーに影響しているっていうことも研究で言われていることは。なるほどですね。まあ大体僕とかも走る前にドリンクで言ったら、僕モンスターが好きなんで、350ml のモンスター1本飲むんですけど、それじゃちょっと足りないんじゃないですか。足りないんすか。はい、と僕がいくつかちょっと調べたデータの中では、自分の体重キログラムかける 3mg 以上は取りましょう。大体171くらいは取らないといけないので、モンスター1本が 140mg、足りないね、ちょっといただきがするので、足りないです。そいつを飲みましょう。でかない。いや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 、あるけど500の方ね。はい、500の方。なるほど、はい、こちらであればカフェインが確か 200mg 含まれているので、うん、まあおよその体重の方にはちょうどいい量になっているのではないかと思います。オーバーしてない、大丈夫。いや、オーバーしてる分は大丈夫、うん、それは毎日それだけの量を取っていたら体に悪影響あるかもしれませんが、まあ1日取る分であれば、まあおそらく大丈夫だと思います。なるほど、いきますか。レッツ検証モンスター摂取のお時間です。はい、どうも。はい、どうぞ。雑やな。はい、ということでですね、今からジュンジュンモンスター、はい、モンスターを飲んでいきたいと思います。見てください、この音。一気に飲むんですか。強要します。いや、もう自分のペースで、自分のペースで飲ませていただきます。これがユーチューバー魂ですか。結構マジでやばかった。やってやろうと思ったけど無理だった。はい、え、ちょっと早く飲んでください。あ、ごめんなさい。はい、すみません。良い子のみんなは注意して飲みましょう。一気飲みは危険です。本当に行くんですか。はい。全部飲み干しました。もう喋れないから。あとはつなげて。ではじゃあ、今から、まあ、カフェインが、効果を発揮するであろう1時間後ぐらいを目安に、もう1回2回目の測定を行っていきたいと思います。合ってます。はい、じゃあ次に飛びます。ピョンピョン。カフェイン摂取後の測定です。2回目。覚醒してる感じありますか。多分見ての通りオーラが出てると思うので出してください。始めましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果発表。カフェイン摂取前の測定での結果が、はい、ランニングエコノミーが232でした。そもそもがめちゃくちゃ低いね。そもそも低かったですね。まあ、なんか
そうですね、これも、まあ、この期間練習できてましたが、正直全く思うような練習は詰めてなくて、ずっと低強度で、まあ、なんかこのジョギングとかは続けてたんですけど、まあ、なんか妥当といえば妥当なのかな。じゃあ、その後の第2回目のカフェイン摂取後の測定結果を発表します。もうモンスター体で一気飲みしたから、はい、上がっててほしいです。ほしいですね。うん、で2回目の結果は220です。おお、大幅にぐらい12アップ、はい、上がっています。すごいね。すごい結果ですね。こんなに上がるとは思います。あれ1本です。はい、あれ1本で、まあ、測定の誤差もおそらくあるとは思うんですけど、はい、その中でもこれだけ上がったということは、はい、カフェインの効果は健康にとって絶大だと言っていいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。マラソンのマラソンの大差で聞くのも怖いけどね。はいはい、別の測定でちょっとオーラー作成もして VO2 マックスも測ってあげるんですけれども、その数値を用いて計算してましたところ、はい、1回目の測定が、はい、分でした。これモザイクだね。これモザイクで1回目の測定が、はい、6分でした。これモザイクだね。でその結果10分上がるでしょうっていう結果になりました。ここだけはノーモザイクでいこう。ここだけ大幅に変わるね。そうです、10分大きいですよね。でかいね。まあ、最もそうですね。カフェインが一流性パフォーマンスで効果あるんじゃないかって言われてるのはよく聞くので、あれだけちゃんと大量のカフェインを摂取したら効果が、まあ、これだけ逃げたと。なるほど、はい、いやもう僕本当カフェイン中毒で、ポイント練習する前とか大会の時も絶対にモンスターとかレッドブル飲んでたんで、やっぱそれは意味があったんで、あ、効果があったと思います。ですから、なんか注意点としては、はい、カフェインをこう毎日毎日取りすぎると、うん、その効果が薄れてしまうっていうのが言われているので、はいはいはい、まあ、大事な試合の時だったり大事なポイント練習の時だったりっていう、なんか毎日ちょっと飲みすぎることは避けた方がいいのかなと思います。で、毎日飲まれてる方でも、その大事な試合の前日だけちょっと抜くとか、うん、そういった中で効果は十分得られると思うので、まあ、注意しながら自分の体重の3倍以上取るようにしていきましょう。秘密兵器ということで、大事な時にはエナジードリンク、エナジードリンクで下半身をブイブイ摂取していきましょう。そうですね、大体レースの時はエナジードリンク絶対です、はい、おすすめはモンスター500を皆さんにお任せします。いや、ダメです、はい、まあ、この検証ですごいエナジードリンクの効果があるってことは、まあ、私たちが実証しましたので、ぜひラボでもモンスターいければいいんじゃないかななんて思ってたりします。でラボに、はい、こちらにお送りください。お送りください。よろしければ待ってます。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。